演奏完了しました。よっ、よく来た。敵は手強い。気をつけろ。どうした諸君、こちらはいつ始めても構わぬのだよ。セル、おめえベノムズの仲間になって何企んでんだ。誤解しないでほしい。私は彼らの仲間になったわけではない。一時的に手を組んだにすぎない。利用できるものは利用するだけだ。さあ始めるぞ。シュン、ピッコラ、いっちょやっぞ。なかなかやるじゃないか。注目すべきは孫悟空だけではないようだな。だがこの続きはまた今度にしよう。なんだセル、決着つけずに逃げんのか。孫、よせ。今はセルだけに構っている暇はない。ピッコロの言う通りだ。お前たちの敵はこの私だけではない。心ゆくまでこの混沌を楽しむがいい。私も大いに楽しむとしよう。お前は先にベースキャンプへ戻れ。まだ残ってるベノムズたちはオラたちで何とかできる。おめえは他の奴らの応援に向かってくれ。転送完了しました。来たか。期待しているぜ。ぜはははは。麦わらに革命軍の参謀総長、それにまたおめえか。勢ぞろいでお出迎えたご苦労なこった。でもよ、悪いが俺は新しい仲間のスカウトに忙しいんだ。そこどいてくれねえか。誰が毒か。調子に急ぐなよ。ぜあ。行くぞ。ぶっ倒してやる。だって
バウンドマン。くらえ。闇の身の力。止めるなよ。そうだ。やて。てめえ。やせ。こっちだ。強えだ。こりゃ参ったぜ。今日のところは退散だ。待て、黒ひげ。またな、麦わら。くそ。お前は先にアンブラスベースに戻れ。俺たちは残って調査を続ける。どこも戦力不足らしいからな。お前が行けばみんな喜ぶだろう。頼んだぞ。転送完了しました。やっと来たな。遅かったな。待ったぞ。今回の相手は手強い。けどこの3人ならなんとかなるってばよ。大筒木勘だ。すげえチャクラだ。ああ、チャクラとは、わらは唯一のもの。我が物顔で乱用するにとどまらず、別の世界へ持ち出すなど我慢ならぬ。
たか。助かったわといったところだな。ああ、すべてのチャクラの元だってんだから強くって当たり前だってばよ。お前は先にベースキャンプに戻って他の奴らの救援に向かってくれ。どこも戦力不足。お前が行けばみんな助かるだろう。かぐやが引いたか。何？いつの間に。これ以上俺の邪魔をするのはやめろ。別に邪魔してるつもりはねえよ。ただお前がひでえことばっかすんのは黙って見てらんねえよ。ヒーローというやつか。虫ずが走る。ヒーローは世界を救う正義のために。俺はその世界を壊してやる。正義を否定し力が支配する世界を作るために。支配？そうだ、それがこの世界のあるべき姿。力を持つこの俺、世界を作り変えてやるのさ。力だけで世界が作れるかよ。そんな簡単じゃねえ。それがどうして。正義を信じたせいでこの醜い世界に殺された者がいる。彼女たちだけが犠牲になって、他の者たちはぬくぬくと生きていくというのか。何言ってんだ。新たな世界のために。そこだ。せい、これで。
Yeah!
イグニッションバレット。どうしたエハメハー。やっとイグニッションバレット。やっとそりゃアイナルイグニッションバレット。エハメハー。でやっはー。でやっ逃がさん。任せとけ。
灰などイグニッションバレット Yeah!
まだやろうというのか。もう諦めたらどうだ。
ここで止めねえとまた世界を壊しに行くんだろ。俺は諦めねえよ。俺が諦めるのを諦めろ。やる気は十分だ。しかしだったらいい加減にしたらの、後ろの足手まといをかばいながらでは本気を出せぬ。誰かを守りながら戦う愚かだ。俺は仲間を守りてえだけだ。助けに来たぞ。なんと遅くなってすまねえルフィ。それに悟空のおっちゃん、ボロボロじゃねえか。あいつそんなに強いんか。ああ強いってもんじゃねえってばよ。三人集まればどうにかなるとでも思っているのか。どうだろうね。けどやってみねえとわかんねえぜ。なき者は消えろ。大丈夫か。それがヒーローか。誰かを守るために戦うだ。お前はどうだ。ただ守られているだけではないか。あいつの言うことなんて気にすんな。俺たちは仲間だ。仲間が助け合って何が悪いんだってばよ。仲間、都合のいい言葉だ。お前は目障りだ。お前のような弱者だ。ここにいるに値しない。これで分かったの。力なき弱者があがいたところで結果はこの通りだ。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれんぞ。ガーラ、逃がすんだ。しかしここは俺たちに任せろ。ガーラ、そいつを頼んだ。分かった、行くぞ。お前のせいじゃない。お前はよくやった。あの3人なら大丈夫だ。カインの力は強大だった。自分を責めるな。オニキスブックによって悪意の種はまかれ、コズミックキューブには順調に悪意で満ちたエネルギーが蓄えられている。このまま行けば予定よりも早く現実世界とジャンプ世界の融合が果たされるわ。そしてついに最終段階の時を迎えるのね。その時こそ私たちキーマンが全ての世界を導く。残念ながら戦況は厳しい。各地に現れたベノムズたちによって多くの都市が壊滅的な被害を受けている。悟空、ナルト、ルフィという大きな戦力を欠く中、敵の戦力はますます拡大している。
カインの目的は世界の破壊。そのためにコズミックキューブを集め、何かを計画していることは間違いない。このまま戦いが長引けば戦況は不利になる一方だ。そこで一つの賭けに出る。敵の本拠地を見つけ出し一気に叩く。戦況を一変させるには思い切った決断も必要だ。敵の本拠地については僕の調査ですでに目星はついている。確証が得られるまでの間、みんなには引き続きベノムズの撃退に当たってもらいたい。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれるぞ。マスター、行きましょう。